今日は春巻きを美味しく揚げるコツを解説しながら作っていこうと思います。まず材料なんですけど、お酒、みりん、ごま油、鶏ガラスープ、お砂糖小さじ1、オイスターソース、そして片栗粉、あとは春雨、タケノコの水煮で、今回は細切りのものを購入してきました。生のタケノコから下処理するのがめちゃくちゃ大変なので、いつも水煮を使ってます。そして豚ひき肉、まあ、200g から 250g ぐらいの間の量あればいいかなと思います。でちょっとね、今日は人参も彩りにあったら綺麗だったんですけど、忘れちゃったのでこちらの材料で作っていこうと思います。で味の決め手はこのタケノコとオイスターソースが結構ね、味の肝になるんじゃないかなと思うので作っていきたいと思います。まずはフライパンにごま油を入れてひき肉を炒めていきます。そしてその間に春雨を戻していこうと思います。これはね、お湯につけておくだけで戻せるタイプらしいので、すごい便利です。ケトルのお湯が沸いたので注いでいきます。春雨が戻るまで置いておきます。タケノコの水煮の水気を切っておきます。春雨も柔らかくなったので水気を切っておきます。ひき肉の色が変わってきたら春雨とタケノコの水煮を入れていきます。そして軽く炒めます。そして初めにご紹介した調味料類をドボドボ全部入れていきます。で汁気がなくなるまで炒めたら春巻きの具の完成になります。これを春巻きの皮に包んで揚げていこうと思います。はい、鍋にサラダ油を注いでいきます。綺麗な揚げ色にするにはちょっとだけ多めに使ってあげた方が仕上がりが綺麗になります。まだらにならない。で加熱しておきます。そう、事前にしっかり加熱してから春巻きを揚げるのがサクッと揚げるコツになります。春巻きの皮を1枚1枚剥がして、まずこういう風にひし形に置いていきます。でツルツルの面が裏側になるようにします。そしてさっき作った種を長方形の形になるように置いていきます。最後春巻きを止めるのに使う水溶き片栗粉も作っておきます。綺麗な長方形に具材を置くのは仕上がりの形が綺麗になるコツになります。で巻いていきます。で巻くときにこうしっかり折り目をつけるのもポイントです。でややどん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 春巻きって外に広がってっちゃうので、やや内側に入り込むように折り目をつけるのもコツになります。で巻いていって最後水溶き片栗粉で止めます。でこれ春巻き巻いてから時間が経っちゃうとどんどん中の具材の水分が染み出してきちゃうので早めに揚げていきます。で長方形の形に整えたら一回くるっと回してしっかり折り目を内側にやや内に入っていくようにしっかり折り目をつけます。でくるっと回して最後水溶き片栗粉で止めて完成です。で揚げていきます。で一度にたくさん揚げちゃうと油の温度が下がっちゃうので少しずつ揚げていくのが綺麗な揚げ色にするコツかなと思います。まな板とかに水分が多いと春巻きの皮がグニャってなっちゃってサクッと揚がらないので気をつけてください。しっかり水分拭いてから春巻きを巻いていってください。
で、春巻きの周りがきつね色になってきたら裏返します。はい、いい感じに揚がってくれました。こんな感じでパリパリの春巻きが出来上がりました。